こんにちは、ニクです。今回は NiziU の韓国デビューのシングルアルバムの、プレスプレイに入っているラッキースターっていうね、曲の、トラックビデオティーザーというものが出たので、早速見ていこうと思います。ということで、私もね、今ダッシュで撮っているので、今どんな感じこのトラックビデオティーザーがわからないんですが、早速見ていきましょう。今回ね、このハートリスではなくって、ラッキースターの方がね、出たということで、どんな感じの曲かね、もう早速ですが、いきます。わあ、待って。なんかハロウィンみたいな感じなのかな待って、なんかでも散りばめてありそうだからごめん、ゆっくり見ていいですか？わかりません。かわいい、めっちゃ。はっ！かわいい！なにこれ？美女よ。おー、かわいい。待って、パン作ってた、今。このパンめっちゃかわいいんだけど。何やってる？あ、やっぱハロウィンっぽい感じになってるし。美女よ！かわいすぎる。ツインテール。超かわいいんだけど。なんかハロウィンの夜みたいな感じの雰囲気なのかな？見てると。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。ちょっと待って、今のミーちゃんやばかった。あ、この美女。やばい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 。かわいいんだけど、くーちゃん。こういう感じなんだ。え、かわいい。マジで何？ちょっと待って、かわいすぎて。え、うるうる来そう。かわいすぎ。え、めっちゃ韓国語の曲で感動しそうなんだが。ラップやん。かわいい、なにこれ。どういうことなんですか？待って、何にもわからなかった。ちょっと最後の方。楽しみすぎる。あ、もうすぐじゃん。ちょっとこの辺から見ていいですか？かわいいな。じゃ、このくーちゃんやばいっしょ。これやっぱコンセプトハロウィンですね。完璧に。こっからの歌。ここ、ミーシさんかな。で、この後ラップがあるんだよね。まゆかちゃん。あるんだ、なんか美しいなんちゃらかんちゃら言ってる。え、でもなんかすごい曲っぽいんだけど、なんかめっちゃなんか今までの NiziU の雰囲気とちょっと違う感じっていうか、明るいんだけどちょっと大人っぽいような雰囲気になってるような気がして、めっちゃ楽しみになってきた。やばい。もうすぐですよね、言うても。私もね、もうすぐ早速韓国に飛ばしていただこうと思ってるんですけど、もうめっちゃ楽しみがね、もうさらにいっぱいなりました。しかもね、ちょっと私、やっぱり韓国に NiziU のファンがいっぱいいてくれるだけいいなと思って、なんか韓国にその時来る友達も誘って一緒に応援しに行けたらなと思って誘ったんですよ、さっき。それぐらい、もうマジで韓国のね、デビュー気合い入れて、もう楽しみだなっていうふうに思ってるので、ちょっと今回のこの皆さんのラッキースターのこの何？トラックビデオティーザーのちょっとなんか考察とかね、なんかいろいろありましたら気づいたところとかあったらちょっと教えていただきたいし、素直に感想をちょっと教えていただけたらなと思います。もうこれからね、いろいろ分かってくると思いますので、また NiziU の最新情報とかについて動画にしていきますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。楽しみだ！もうほんと楽しみすぎる。